第三十一編、一節から二十五節、指揮者によって、参加、ダビデの死。死よ、身元に身を寄せます。常しえに恥に落とすことなく、恵みの見業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。 鳥の岩、城塞となってお救いください。あなたは、私の大岩、私の鳥皆にふさわしく、私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の鳥出。誠の神、主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。 私は虚しい偶像に頼る者を憎み、主に信頼します。慈しみをいただいて、私は喜び踊ります。あなたは私の苦しみをご覧になり、私の魂の悩みを知ってくださいました。私を敵の手に渡すことなく、私の足を広いところに立たせてくださいました。主よ。 哀れんでください。私は苦しんでいます。目も、魂も、腹たも、苦悩のゆえに衰えていきます。命は嘆きのうちに、年月は埋めきのうちに尽きていきます。罪のゆえに力は薄せ、骨は衰えていきます。私の敵は皆、私をあざけり、隣人も激しくあざけります。 親しい人々は私を見て恐れを抱き、外で会えば避けて通ります。人の心は、私を死者のように葬り去り、壊れた器とみなします。密かな声が周囲に聞こえ、脅かす者が取り囲んでいます。人々が私に対して陰謀を巡らし、命を奪おうと企んでいます。主よ、私はなお、 あなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。私にふさわしい時に、御手をもって、追い迫まる者、敵の手から助け出してください。あなたのしもべにみかおの光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いください。主よ、あなたを呼びます。 私を恥に落とすことなく神に逆らう者をこそ恥に落とし黄みに落とし黙らせてください偽って語る唇を封じてください正しい人を侮りおごり高ぶって語る唇を「恵みはいかに豊かなことでしょうあなたを恐れる人のためにそれを蓄え 人の子らの目の前であなたに身を寄せる人にお与えになります。身元に彼らをかくまって人間の計りごとから守ってくださいます。仮用の中に隠し争いを挑む舌を免れさせてくださいます。主を称えよ。主は驚くべき慈しみの見業を 都が包囲された時示してくださいました。恐怖に襲われて私は言いました。恩目の前から立たれた、と。それでもなお、あなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声をあなたは聞いてくださいました。主の慈しみに生きる人はすべて主を愛せよ。 主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく報いられる。惜しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望む人はすべて。